はい、こんにちは。こんにちは。さあ、皆さんおなじみの PCM にやってきました、つさん。こんにちは。今日は、久しぶりに僕がやりたかった、気になる練習器具を使ってみようのコーナーです。イエーイ。なんですけど、はい、今回はインターナショナル編で、はい、これです。これは知ってる人は日本では少ないはず。なぜなら僕が1ヶ月前に筒さんに、はい、インスタで韓国のゴルフの上手い人がこればっか使ってるんで見つかったら買ってきてくれないですかって言ったら、はい、買ってきてもらったからです。ありがとうございます。どうもありません。で、これ何だったんですか。開けません。ちょっと開けましょう、うん、面白い。これあれですよね。これあれ、人をペチッとこれちょっと馬をこれいいじゃないですか。これ P クラブにありそうな。そうですね、 PP クラブですね。ピシャンっていう。でもちょっと作りはこうなんかこう編み編みで編み編み、うん、なんかちゃんとしてる感はありますね。左右対称じゃない。これ多分ボールは変えるんだ。変えるんだ。動かすんだと思いますけど、うん、これですよ。僕なんでこれ欲しいかって思ったかっていうと、はい、素振りを家でできないんですよ。結局クラブとかやったら壁にぶつかったりとか、まあ、そう当たりますもんね。これが飛んでったりしそうな感じがして、はい、素振りができないから、これで素振りしてるのを見て、あ、これ素振り棒として欲しいと思って、はいはいはい、どうすか。そうですね。なんかルーキーって書いてあるよ。そうです。ルーキールーキーっていう名前なんですよ。これルーキー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 、すいません変なこと言って申し訳ないんですけど、ルーキールーキーって書いてあるのにプロフェッショナルギアって書いてある。そう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 、ルキルキプロフェッショナルギア。めっちゃ韓国語。まあ、使ってみましょう。すっげえ流行ってるんですよ、韓国のインスタグラムで。僕も、はい、見ましたよね。美人とイケメンばっかり使ってる。そうですね。やってみましょう。はい、ちょっとやってみましょう、はい、これこの説明書を読まないで、はい、まあ読めない。触れはいいんでしょ。そうですね。まあやっぱりこう、こういう、 こうタオル系の文が、あ、音鳴るんだ。たぶんこれを手先でやらずにもうちょっと、え、左右でやるの。左右の方がこのこっちはどっちかというとタイミングでしょうね、うん、これこう手先でいかないようにこうこのタイミングとこう足をちょうど使えると、これかっこいいね、スピード感が。あ、これ面白い。マジですか。これ面白い。何も僕わからないんですよ。あ、これかっこいいじゃないですか。いい音してるじゃん。かっこいい。これでもちょっとなんか飛ばし屋になった気持ちになります。ちょっと宮下もちょっと韓国のインスタグラマーたちはなんかこうやってやってなかったでしょ。自分の胴体にもうちょっとこの辺こう脇の下にこう絡まる感じが低いところに気も変える。ちょっと横向いちゃう。あ、そう、そっち系のイメージ。あ、そう。あ、でもその これを感じますね。そうですね。あ、ドライバー打ってて最近本当にこれなんですよ。あ、これなんですよ。あ、はいはいはい。これでだから救っちゃう。みんなこうしろって言うんですけど意味わかんなくて。ヘッドが分かる。そうですね。あとはこういうこう柔らかいものっていう、こう自分の肩とか腕を硬直するのが、あ、しなやかな。うんうんうん。まあ、どっちかっていうとまだ硬いですもんね。肘とかその胸椎をちょっと柔らかく使う感じでウォーミングアップしていくんだよね。あ、本当だ。おお、自然に。そんなにゴルフスイングそっくりじゃなくても、なんかちょっとこう自然にいきますね。これちょっと面白いです。ほら。え、僕だってあれですよ。よくよく考えると意味があるかもしれない。いいかもしれない。え、だって、ほら、もうこれできないんですよ。これだって、はいはいはい。これちゃんとしてる。これ止まって、こんな感じですよ。はいはい。足のこう行き場所がこう決まらない。ああ、そう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 、そういうこと。ピタッとこう。これでちょっと振ってから、普通の間打ってみたいです。まあそう見えますけどこういう感じになりますね。あとこれで意外と音が出るのがいいですね。ああ、ドンってね、
いわゆるその、あの柔らかいあのホース状のものとかあるんですけど、はい、音っていうのがちょっとこれのちょっと独自性かなと。もう一回もらうとき言うんですけど、はい、めっちゃいいなって思うのが、ここ来るの待ってられるんですよ、はいはいはい、クラブって待てないじゃないですか、はい、まあこう、硬いからこう、あ、そうしなり戻り来ちゃいますから、はい、巻きついたらこう来るから、うん、まあ、打ちやすくないかなですね。速攻性はなさそうですね。いや、今、なんかこっちで、ここですけど、その場所でちょっとイメージを。あんまよくない、よくない例を見せてしまった。でも、ほぐれる。どっちかというと、ゴルフ帰りとか、うん、これから練習場とか、コースを回る前の、ウォーミングアップツールにしたら、ちょっと。いい。まあ、面白いね。家で使えるかな。そうっすね。これだったら、まあ、僕の身長だったら絶対分かんないです。宮下さんの身長だったら。一言で言うと、何ができるコツだって言いましょう。ルキールキーは。いや、一番は、うん、やっぱり切り返しの時にやっぱり体に巻きついてくれるので、うん、腕を引っ張ったようなアウトサイドインがやっぱりちょっと治りやすくなるじゃないですか。こういうとか、これでさすがにこうビンと突っ張ってダウンスイングする人っていないので、うん、やっぱり巻きついた感覚、うん、このままダウンスイングっていうので、こう手だけで作るためじゃなくて、うん、タイミングでこうためを作る人にはすごく体が作りやすくなった。意外と本当重量感もあるてかめっちゃ高い。いや結構汗かいてる。これちょっとあれですよ、急に今やってじゃあ1分後2分後にスイングがものすごく変わるってものじゃないんだなっていうのがすごいっすよ。ちょこっとずつ1日1分2分みたいなのがやってるんじゃないですかね、うん、これちょっと僕面白いです、うん、はい、こういう考え方もあるんだな、はい、じゃあこれ見たら、はい、これじゃあルーキールーキーの方が見てたら、じゃあ、うん、連絡をしてください。はい、お願いします。お願いしますみたいな。売りたい。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい。なんかこれ、日本に売ってないんですけど、いいと思います。はい。ちょっと気になる人は、どこから買えるかわからないですけど、はい、韓国に行って買ってきてください。探してみて。はい。以上、練習器具の紹介でした。ありがとうございました。はい。